それでは最後の3つ目のダークエネルギーというものについてお話したいと思います。これを先ほどの図と同じですけれどもこの残りの70%ほぼ70%を占めているものこれがダークエネルギーです。これどうやって見つかったかというとですね現在ではいろんな観測があるんですが最初に見つかったのは超新星というものの観測から見つかりました。超新星というのは かつ核燃焼を終えた重い星の最後の大爆発です。で非常に大きな爆発なのでその明るさというのは太陽の100億倍というような非常に明るいものです。ですから非常に遠くにあっても見えるんですね。ある意味宇宙の灯台ということができるかと思います。で先ほどハッブルという人がいろんな銀河に対して距離とどれくらい赤くなっているかということを測ったと言いました。 つまり距離と速度ですね測ったといいます同じようなことを、えー、いっぱいこのいろんな超新星に対してやったというのがこの図ですでこのこっちの軸は何かというとドップラー効果の度合い、まあ、先ほどと縦軸と横軸が逆になってますけれどもつまり宇宙膨張がどれくらいかというもの縦軸,、えー、縦軸がどれくらい暗くなっているか距離ですね超新星のある種の超新星というのは 明るさがこんなもんだっていうのが理論的にある程度分かっていまして、まあ、経験的にも近くの,あの超新星の方から分かっていますのでどれくらい暗くなっているかどれくらいの明るさかっていうの分かると距離が大体分かるということでこういう図が書けるんですそうすると直線ではなくてちょっと上にずれてますね上にずれているとどういうことかというと何を意味する遠くのものは 思ったよりりも宇宙膨張が弱いといととうことになります遠くもの,のものっていうのは昔です光というのは有限の速さですから遠くから近くに私たちのところに来るまで時間がかかりますですから遠くのものを見るということは昔を見ることになります昔のものは速さがちょっと遅かったと。ということは現在の方が思ったより速いということは加速しているということになりますここから宇宙が加速しているということが発見されます で、この宇宙の加速、加速膨張、これを説明するには、もしも一般相対性理論を信じると、えー、ここで密度というものをローから圧力というのを P と書きましたが、こういう組み合わせ、これが、えー、通常ではプラスになっていて、これが引力になります。でも引力の場合には加速しません。宇宙膨張していて、それをその、えー、引力で引き止めちゃうんですね。ということは、減速膨張になります。この組み合わせが正の場合に。 でも逆に、これは負の場合には、万有引力ではなくて、万有積力になります。万有積力ですから、宇宙膨張しているのを、どうぞ、もっと膨張してくださいと。押し出すことになります。ということで、加速膨張を説明することができるかもしれません。もしも、この組み合わせが負ならば。でも、通常、エネルギー密度というのは、エネルギーというのはせいだと思います。圧力が負でないと、これ負になりません。つまり、 エネルギーとしてこういう密度は正なんですけれどもエネルギー密度は正なんですが圧力が負のようなそういう変的なものこういうものが必要になってくるということになりますこれがダークエネルギーですこういうものがないと一般相対論では宇宙を加速させることはできないということになります代表的なものは真空のエネルギーと呼ばれているの真空のエネルギーの場合には圧力というのは大きさはエネルギー密度と同じで符号が逆になります でもこの正体は全く分かっていないということでこれも宇宙の三大な謎の一つというように考えられています。でこのダークエネルギーの謎と関連しましてランドスケープという考え方があります。これは超ひも理論といわれる統一理論ですねの候補が予言するといわれている考え方なんですけれども、まあ、ランドスケープってもともと風景のことですね。 まあ谷あり山ありとこういうえまあ,あるいはあの湖があったりとこういう風景のことです。でそれでえまあ落ち着けるところこういう谷の部分がいっぱいありますよというのでえこのひも理論というものには10の百乗とか10の千乗個という非常に多くの数の真空があるというように言われています。こういう谷の部分に対応するのが全部真空でどっかにえ我々の宇宙に対応する真空があるんだという考え方これがランドスケープ。 そうすると、まあ、こういうなんか谷あり山ありとこういうのがあってで、えー、ある真空1真空2というのが、まあ、現在の宇宙がここであったとしましょうそうするとここから始まると、えー、そのままでは飛び越えられませんから量子論的に量子トンネリングというものでここから飛び越えることになります飛び越えるというかすり抜けることになりますすり抜けた後で、えー、コ,ロコ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 ロとこう古典的に運動していってまたこの辺で落ち着くかもしれない 宇宙膨張がありますから摩擦が働いてこういうところで止まる可能性があります。で止まっちゃうとまたしばらくして量子トンネルですり抜けてまたコロコロ転がってこの辺に落ち着くと,ということになっているのかもしれません。ということで現在の宇宙がここだとするとどっかから始まってここに来たんだという考え方が生まれていきます。 でもこのの無数の真空、先ほどの10の100乗とか10の1000乗こうあるようなそういう無数の真空からどうやって僕らの住めるような宇宙を選ぶのかというので非常に悩ましい問題があります。でこれをですね人間原理というもので解決しようという考え方もありますのでちょっと紹介し,たしてみたいと思います。まず真空のエネルギーこれダークエネルギーと、まあ、ほぼ同値ですけれどもこれが非常に大きい,大きいと。 いうような状況があると、えー、膨張が大きくなります。膨張が速くなります。非常に速いと何が起こるかというと、銀河できません。銀河というのは、えー、そのインフレーションなどで作られた揺らぎが。えー、まあ密度が高いところが、こうぎゅっとこう潰れていって。さらに密度が高,高くなって、えー、そこから構造ができていくというふうに、ぎゅっと潰れないといけないです。ところが、宇宙膨張が早すぎると、潰れることができないです。膨張によって、この、えー、引き伸ばされてしまいますから。 潰れる前にに平らになってしまいまいす銀河ができません。そうするとそういうところには銀河ができないと太陽系もできませんし地球もできませんし生命も生まれないと我々もいないと,ということになります。逆にですね今これ真空のエネルギー正の場合考えますプラスの場合考えますがマイナスの場合どうかというとどういうことが起こるかというと宇宙は収縮して 今まで膨張しているのが収縮してビッグクランチと言われるビッグバンと逆のようなビッグバンの時間を入れ替えたような未来と過去を入れ替えたようなそういう、えー、非常に困ることになります。こういうところには進めません、ね、どんどん密度が高くなって、えー、全部バラバラになってしまいますからこういうところには進めません。でここで人間原理というものをこの,、えー、この問題無数の真空からどれを選ぶかこの問題に適用すると。 いうことを考えますと、えー、銀河とかあるいは人類、まあ、生命体とそういうものが存在できる宇宙っていうのは必ず自動的に真空のエネルギーが大きすぎない正の値であるはずだともしもまあ、えっと、いろんな宇宙があっていいですねだから、えー、この宇宙は、えー、負の真空のエネルギーかもしれないしこの宇宙は正の真空エネルギーかもしれないでも別の宇宙は正のエネルギーだけども正の真空エネルギーだけでも大きすぎると。で 大きすぎる性の値を持っているとそこでは銀河ができませんからそこには人類はいない負の真空のエネルギーがあるとそこではこういうビッグクランチというものになってしまいますからそこにも進めないちょうどいい具合に性の値であまり大きすぎないちょうどいい具合の値の時にのみ人類ができるんだ人類が生まれてくるんだというのが人間原理このようにして無数の中から真空が選ばれたんだと。 逆に言うと真空によって我々が選ばれたという言い方もできるかもしれませんがそれがまあ人,人間原理というものをこの問題に適用した場合どうなるかということになりますでもできればなんか人間原理に頼りまあこれ否定するのは難しいですがあのできれば人間原理に頼りたくないというように考えるのがまあ多くの科学者が考えることだと思います何らかのその物理的な原理によって説明したいどうしてこのいっぱいある真空の中からちょうどいい真空が選ばれたのか 今のところは残念ながらそれにこの人間原理以外に良い回答が得られていないというのが現状です。ちょっと不甲斐ないですがそれがれ現状です、まあ理論はいっぱいあるんですけれどもそれぞれ問題を抱えているように思います。で先ほどのダークエネルギーあるいはこの真空のエネルギーが加速膨張させる宇宙を加速膨張させるという考え方というのはこれはアインシュタインの一般相対性理論が正しければその通りです。 でもちょっと歴史を振り返ってみますと実は同じようなことがありました19世紀にですね水、えー、星の近似点移動というのが発見されましたこれはですね水、えー、星のこの動きをですねニュ,ニュートンの重力の理論を使って計算したものと観測が合わないと非常に小さなズレなんですけどもズレてしまうとそのズレがこの近似点移動と言われていますでその時ですねやっぱり皆さんそのえっ、ー、と 知っている理論、ニュートンの力学を使って説明したいとニュートンの力学は正しいはずだということで代わりにバルカンというものをこういうバルカンと言われている見えない惑星ですねを導入しました水星より内側に見えない惑星があるはずだと水星が思うように回ってくれないのはこのバルカンがあるはずだとあるからだからだというように考えました これある意味、ダークプラネットのわけですね。ダークマーター、ダークエネルギーじゃなくて、ダークプラネットということができるかと思います。で、このダークプラネットというのは、発見したと、ちゃんと観測したという主張をした人もいたそうです。でも実際、それはあのもちろん嘘であで、間違いでした。で、本当の答えは、ダークプラネットではなくて、重力理論を変えるということでした。つまり、ニュートン力学、ニュートン重力から一般相対性理論、アインシュタイン理論へ変えなさいということでした。 ここからパラダイムシフトが始まって一般相対性理論が受け入れられてきたということがありますで先ほどの問題に戻りますとダークエネルギーまたは真空の問題というのはアインシュタインの一般相対性論が正しければ必要です、まあ、その通りかもしれませんでもちょっと考え直してみてダークエネルギーというのを導入する代わりに一般相対論を長距離で修正してみようということも考えてみてもいいんじゃないかというように考える研究者も増えてきています もしもそれによって観測データをうまく説明できるのであればもしかするとそうなるかもしれないでもまだ理論観測の両方の研究が必要であるというような段階ということができるかと思いますそれでは、えー、とまとめに入りたいと思いますビッグバン標準宇宙論というのは非常に大成功を収めました宇宙膨張つまりハッブルの法則ですねそれから宇宙背景復社それから先ほど宇宙背景法 放射と書いたかもしれませんが、まあ、同じことですかしそれでも標準宇宙論はは完全ではありませんインフレーションは宇宙がなぜ大きいのかを説明してくれますそして銀河や銀河団などの宇宙の豊かな構造の種となる微小な揺らぎを生成してくれるというふうに考えられていますでもこのインフレーションを起こすあるいはそれを終える場であるインフラトンそれが何なのかというのはまだ分かっています それから現在の宇宙の9割以上というのは負の圧力によって反重力、反発力ですね引力ではなくて万有、積力を生じるようなダークエネルギーと見えない物質ダークマターで満ちていると考えられています。でもそれらの正体はまだ分かっていないというのが現状です。ということで理論観測の両方での進展に期待していきたいと思います。以上で終わりにしたいと思います。